で今日は田中和樹が最多の3打点そして、そうですね。田中和樹になりましたか。3打点のね、今日はチーム最多。そして先制のタイムリーヒットです。札幌ドームのイーグルスファンの皆さん、そしてテレビラジオの前のイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしましたヒーローインタビューです。今日のヒーロー、3安打、3打点の活躍、田中和樹選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まず序盤2回ですが、ノーアウト満塁という場面で先制がありました。振り返っていかがでしたか。前のバッターの人たちがチャンス作ってくれたので初球から行こうと思っていたので初球出てよかったです。そして続く3回には2アウト2塁というチャンスで今度は反対方向レフトへの長打がありました。振り返っていかがですか。まあピッチャーの球が強いので逆らわず反対方向に打てたのでそこが良かったかなと思います。そして8回には内野安打がありまして田中さんにとっては今シーズン初の3安打猛打賞ということになりました。いかがですか。そうですね、開幕は2軍で今年出遅れたのでこれからどんどん取り返して、コーチのや監督の方々の信頼もどんどん取り戻していきたいなと思っているのでもっともっと頑張りたいなと思ってます。まあ、昨シーズンも悔しい怪我があったりもしましたけどもそういった思いも含めてこれからって思いは強いでしょうか。そうですね、今年は去年や一昨年と違って開幕遅かったので終わりもちょっと伸びているのでこれからまだいっぱい試合あるのでここから巻き返していきたいなと思ってます。これからチームも大事な試合が続いていくと思いますがファンの皆さんに一言最後にお願いできますでしょうか。はい、まだまだ暑い日が続くので熱中症に気をつけてイーグルスを応援してください。今日はありがとうございました。今日のヒーロー田中和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。という今日は3安打3打点の田中和樹選手のヒーローインタビューでした。まあしっかりとここから取り返していきたいというね話は印象的でした。